皆さん、忍者はお好きでしょうか？こちらのドラマはご存知ですか？世界忍者戦ジライアは1988年1月24日から1989年1月22日まで放送された東映制作の日本の特撮テレビドラマです。世紀の秘宝パコを手に入れるため悪の忍者妖魔一族が行動を開始した。代々パコを守り通してきた戸隠流忍者の宗家山路鉄山は、自分の養子である山路東派にジライアスーツを与え、パコを守ることを命じた。東派は戸隠流正統ジライアを名乗り、妖魔一族、そして世界中から挑んでくる様々な世界忍者たちと戦いを繰り広げる。山路鉄山役の初見義明は、実生活でも戸隠流第34代宗家であり、最後の忍者です。忍術道場武神館で忍術を教えています。稽古参加者の8割はなんと外国の方だそうです。海外の方に忍者はかっこいいと大人気なんです。しかし忍者は本当にみんなが想像するような黒装束のかっこいい存在だったのでしょうか？歴史上実在したとされる忍者、15世紀後半から150年間続いた戦国時代に忍者は大名の下で活躍します。彼らは平時でも戦時でも諜報活動や破壊活動、窃盗などの仕事をする役割を果たしました。また変装して正体を隠し、嘘の情報を流して敵を混乱させたりもします。忍者の本当の役割は、不必要な戦を避け、正確な情報に基づいて効率的に動くためのスパイ活動だと言われています。多くの知識と高度な運動能力を持ち、魔法に近い忍術を使います。その性質上、はっきりと姿を見た者は少なく、記録もあまり残っていません。忍者の存在は謎に包まれており、その実態はわからないことがたくさんあります。しかし彼らは今日まで私たちの文化に存在し続けています。漫画、アニメ、ゲームや映画など、忍者を題材にした作品を通してスーパーヒーローのような存在になっています。世界的人気になったナルトで、忍者は完全に世界で不動の人気を得ることになります。日本では忍者をテーマにしたレストランが人気だそうですよ。皆さんこんにちは、キューブギークへようこそ。ナビゲーターの月原豊です。今日は世界史上最も伝説的な5人の忍者を紹介します。1、服部半蔵。映画キルビルにも登場する服部半蔵は、忍者としていろいろな作品に登場していますが、実在した戦国時代の人物です。忍者は忍びのものですので、忍んでいるはずなのですが、服部半蔵はもうとにかく有名です。日本の皇居には半蔵門が残っています。これは半蔵の屋敷が門前にあったことから名付けられたと言われています。その近辺には半蔵門駅があり、半蔵門線という地下鉄まであります。忍びのはずが目立ちすぎて面白いですね。2、石川五右衛門。彼の生涯についてはっきりしたことは分かっていません。しかし1594年8月24日に処刑されたことを示す記録が複数残っており、安土桃山時代に実在した人物であることは間違いないようです。石川五右衛門は貧しい人から金品を盗むのではなく、富のある者や権力者から盗みを働くロビンフッドのような義賊として一般的に知られています。庶民からの人気も高かった五右衛門は、
その人気とカリスマ性で多くの部下を抱え、京都大阪を中心に活動していたようです。最後は豊臣秀吉の配下に捕らえられて処刑されてしまいます。処刑方法は生きたまま釜茹でという残酷なものでした。五右衛門は一人で釜茹でにされたのではなく、子供や母親と一緒に処刑されたと伝えられています。一説には子供を守るために自分が力尽きるまで両手で頭上に抱えていたとあり、その姿を描いた絵も残されています。他にも苦しませないために人思いに沈めて殺してしまった、五右衛門自身が苦しさのあまり子供を下敷きにしてしまった、などの逸話が残っています。3、望月千代女。彼女の生涯についてもはっきりしたことは分かっていません。武田信玄に仕えた久野市のリーダーであったと言われています。諜報活動を行う女忍者久野市の妖精を任され、孤児の少女を集めては巫女としての修行をつけていたとされます。巫女の修行はまじないやお祈りのほか、読み書きや情報の集め方といった諜報活動に役立つ知識を学ばせたそうです。千代女の下で修行をした久野市たちは全国を旅しながらまじないを授けたり、祈祷をする歩き巫女として活動する一方、各地の武将の動向を探る働きをしていたと考えられています。千代女の養成所に引き取られる少女たちは器量の良いものばかりだったそうですよ。美人忍者、いいですね。4、加藤団蔵。優秀すぎてしまったがために戦国大名たちに恐れられ、最後は殺されてしまったという悲しい人物です。1503年から1569年まで生存していたと言われています。日立の国の出身と言われていますが、伊賀忍者であるという説もあります。その身の軽さから飛び加藤の異名を持ち、高い塀も軽々と飛び越えたといいます。忍術というよりもトリックのある幻術や催眠術の達人であったようです。恐ろしいほどの腕前を持っていたために、敵側に疲れては困ると暗殺されたと彼に関する数少ない資料は語っています。彼の名前は非常に興味深い人物として歴史に残っています。5、風魔小太郎。室町時代から江戸時代初期にかけて存在したと言われる武将、風魔刀棟梁です。北条氏に仕えており、諜報活動や破壊工作などを行いました。その風魔刀の棟梁は代々風魔小太郎という名を継いでおり、風魔小太郎という人物がずっと続いていますが、一番有名な風魔小太郎は五代目風魔小太郎となります。本名は風間小太郎。足柄郡風間出身の、もともとは盗賊でした。その外見は身長215センチに筋骨隆々の体を持ち、頭が長く、ひげ面に高い鼻、そして目が裂け、口に4本の牙が生えていた、などと怪物のような風貌をしていたという伝承が残っていますが、これは自身を恐ろしく思わせるための剣伝であると考えられます。北条氏が滅び、戦乱の世が終わると、各地の忍者たちが居場所を失い、盗賊のような存在になり果てました。風魔刀も江戸の町を強盗や乱暴を働いて荒らし回るようになりました。徳川家により懸賞金のかかったお尋ね者となり捕らえられ、風魔小太郎は貼り付けの刑に処され、風魔刀も滅びました。しかし、その恐ろしくもかっこいい名前や謎めいた存在から、今日でも
人気のある忍者です。どうでしたでしょうか。忍者は忍びのものであることを悟られないため、普通の姿で動いています。あなたの隣にいるのはもしかしたら忍者かもしれませんよ。日本の伝統文化とポップカルチャーのつながりについて知りたいですか？チャンネル登録して通知ボタンを押すと、他にもたくさんのストーリーをお届けしたいと思います。よろしくお願いします。